なめとこ山の熊、原作宮沢賢治。熊取りの名人の小十郎のことならすぐわかる。赤黒いゴリゴリした親父で、胴は小さな薄ぐらいはあった。長い山刀と大きな重い鉄砲を持って、たくましい黄色い犬を連れているんだ。小十郎はなめとこ山をまるで自分の家の中のように歩いたんだ。もう何年も前になるだろうか、うち中みんな赤痢にかかって、働き盛りだった小十郎の息子とその嫁と生まれたばかりの孫が一人死んじまった。それからあとはな、五人の孫とひいばあちゃんとの七人暮らし。小十郎と犬が取ってくる熊が頼りだったんだ。熊の毛皮や肝を売って、米や味噌、それに着るものなどを買わなければならなかったんだな。なめとこ山の熊のことならそら面白い。なめとこ山の熊はな、小十郎を好きなんだ。その証拠にな、小十郎がぼちゃぼちゃ谷をこいだり細い岸を通るときは、熊たちは黙って木の上や崖の上から面白そうに小十郎を見送っていたんだな。小十郎は熊を殺してはいても決して憎んではいなかったんだ。熊よ、俺はてめえを憎くて殺したんではねえんだぞ。俺も仕事だからてめえを撃たなきゃならねえ。他の罪のねえ仕事をしてえが、畑からは冷えしか取れねえし、里へ出ても俺なぞ誰も相手にはしねえ。仕方なしに漁師なんか続けてるんだ。いやい、熊、この次生まれてくる時にはな、熊なんぞに生まれんなよ。ある春のこと、珍しく道に迷って帰りが遅くなった小十郎は、母熊とまだ小さな子熊が月の光の中で向こうの谷を見つめているのに出会ったんだ。どうしても雪だよ、おっかさん。谷のこっち側だけ白くなっているんだもの。雪ではないよ、あそこへだけ降るはずないんだもの。だから溶けないで残ったんでしょ。雪でなきゃ霜だね、きっとそうだ。お母さんはわかったよ、あれはね、拳の花。なんだ、拳か。僕知ってるよ。お前はまだ見たことありません。知ってるよ、この間取ってきたもの。いいえ、お前が取ってきたのはひささげの花でしょ。そうかな。小十郎はなぜかもう胸がいっぱいになった。月の光を浴びて話している熊をちらっと見て、こっそりこっそり音を立てないように戻り始めた。おーおー、風よ、の風よ、あっちへ行くな、あっちへ行くなよ。
黒文字の木のいい匂いがして、月の明かりがスッとさした。山では主のような小十郎だが、町へ熊の皮や肝を売りに行くときは、全く惨めな様子だったんだな。ああ、旦那さん。熊の皮、また少し持ってきました。はあ、小十郎さん。この前のもね、まだあるんだ。今日はいらないよ。旦那さん、お願いします。いくらでもいいから、買ってください。どうもね、安くてもいらないから。旦那さん、そう言わないで。どうか買ってください。はあ、しょうがないな。じゃあ小十郎さん、置いていきなさい。おい、小十郎さんに2円あげて。いくらなんでも熊の毛皮2枚で2円はあまりにも安い。それは小十郎だってわかってるけれど、だからといって他へ売りに行くことも小十郎にはできなかったんだな。次の年の夏にこんなことがあったんだ。小十郎が崖に登ったら、すぐ前の木に大きな熊がよじ登っていた。小十郎が鉄砲を向けると、熊はどたりと降りて、こう言ったんだ。小十郎、お前は何が欲しくて、私を殺すんだ。ああ、熊よ。俺は、おめえの毛皮と、着物ほかには何にもいらねえんだ。それを町へ持って行っても高く売れるわけでなし、本当におめえには気の毒だけど仕方がねえ。だけどおめえにそんなこと言われると、おらもう漁師を辞めてそれで死ぬなら死んでもいいような気がするよ。小十郎、あと2年ばかり待っていておくれ。2年目には私はお前の家の前できっと死んでいてやるから。毛皮も肝もやるからさ。そう言うと熊はゆっくりと去っていった。見送る小十郎の顔は泣いているようだったんだな。それから2年目の夏さ、珍しく朝からビュービュー風がうなってた。小十郎は垣根の様子を見ようと外へ出たんだ。大きな熊が口からいっぱい血を吐いて倒れていた。あの熊だったんだな。ああ、熊よ、すまねえ、すまねえ、すまねえ。小十郎は思わず拝むようにしたんだと。その冬のこと、小十郎は朝うちを出るときな、ばさま、俺らもう年取ったでな。今朝、まんざ、生まれて初めてだ。川の水へ入るの嫌な気がするんじゃ。そう言ったんだと。すると、縁側で糸を紡いでいた小十郎のおっかさんは、ちょっと小十郎を見て、何か笑うか泣くかするような、顔つきをしたんだな。
孫たちが、じいさま、早く帰ってきてな。じいさま気つけてな。行ってくるぜ。小十郎は真っ白な硬い雪の上を白沢の方へ登っていったんだ。両岸からは赤と黄色の真弓の実が花が咲いたように覗いていたりしてた。白沢から峰を一つ越えたところに大きな熊が住んでいるのを夏の間に見つけておいたんだ。よし、よし、やっと最後の崖を滑り滑り登り切ったその時だ。ぐるー、おー、クマだ、あいつだ。小十郎は鉄砲構えだ。クマはまっすぐに走ってきた。さすがの小十郎も顔色を変えた。ビシーン、鉄砲の音が小十郎にはそう聞こえた。ところが熊は倒れないで嵐のように揺らいで近づいてきたようだった。小十郎は頭をガーンとなってな、周りが一面真っ青になったんだ。その中で熊がこう言うのを小十郎は聞いた。おお、小十郎、小十郎、お前を殺すつもりはなかった、小十郎。小十郎は思った。ああ、もう俺は死んだんだな。チラ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 、青い星のような光がそこら一面に見えたそうだ。ああ、これが死んだ印だな。死ぬ時に見る日だな。小十郎はそう思った。熊ども、許せよ。熊ども、許せよ。それから3日目の晩、山の上に黒い大きなものが集まって輪になって祈る時のようにじーっと雪にひれ伏したまま、いつまでもいつまでも動かなかった。一番高いところに小十郎の死骸が半分座ったように置かれとった。その死んで凍えてしまった小十郎の顔はまるで生きている時のように何か笑っているようにさえ見えたそうだ。それからの大きな黒いものはオリオンの星が天の真ん中に来てももっと西に傾いてもじっと化石したように動かなかったんだってさ。